観光船の沈没事故から明日で3週間地元斜里町議会では黙祷が捧げられましたこうした中今日新たな情報が女性の遺体を見つけた一貫本部によりますと今月6日北方領土の国後島の西岸に 女性の遺体が漂着しているのが見つかりました国後島の島民によりますと黒いタンクトップと薄い青色のジーンズ茶色いベルトを身につけ一部は白骨化していたということです一間本部は行方不明者の可能性もあるとみて関連を調べています今も12人が行方不明となっている中今日事故の原因究明につながる可能性のある 新たたな資料ががが公開されれましたそれが6月カズワン去年相次いいで起こしていた事故去年6月には運航中に浅瀬に乗り上げる座礁事故がありました。 この事故の後、運航会社の桂田精一社長が北海道運輸局に提出した改善報告書が今日、公開されたのですそこには改善策としてこんな内容が安全統括管管理理者、運管理者運は常に連絡をを取れるる状態を維持するしかし事故当日 運行管理者である桂田社長は事務所を離れていたことが分かっていますさらに資料にはこんな言葉も全社員安全管理規定の理解が不十分であったため会議の場で改めて読み直しやらなければいけない点などを再確認したその資料には 事務所の中で三人の従業員らが資料を読み込む姿を写した写真もしかし桂田社長はその内容を本当に把握していたのでしょうか安全管理規定もう一度教えていただけますか安全管理規定え、安全管理規定どこに書いて ちちょょっっとともうちょっと曖昧な表現になって数字が出てないんですよね運航会社の安全管理規定では出航中止を判断するための運航基準が定められていましたそこには波の高さが1メートル以上に達する恐れがあるときは出航を中止しなければならないと書かれていますしかし 事故当日の出航中に波の高さは3メートルを超え出航前の時点で波浪注意報が出されていたのですこの日、他の会社の観光船は出航していませんでした複数の関係者によりますとウトロ発着の小型観光船4社は集団で航行するのが習慣だったということです。 事故が起きたときにすぐ救助できるようにお互いに連絡を取りながら運行していたそうですがこんな証言も4社あるけど三社が出なくても一社だけ出ていっちゃうから利益を求めすぎればそういう結果になるんだ去年の座礁事故の後桂田社長が出した改善報告書その教訓が生かされないまま 最悪の事態が起きてしまいました。こんばんは。こんばんは。沈没事故から明日で3週間です。 教訓やルールが生かされてなかった実態が改めて浮き彫りになりましたよね本当にそうですよね、うん、で今回の第三次の背景には救助体制の問題もあるんですねこちらの図は海上保安庁で高度な海難救助にあたる機動救難士などが1時間以内に出動できるエリアを表しています これ全国的に見てみますと今回の知床を含む北海道の道東エリア、道北エリアがこの1時間の出動エリアに入っていないことが分かりますよね、はい、北海道の拠点は函館にしかないということなんですんで、今回の事故では最初の通報があったのがこちら午後1時13分でした その後現場海域に最初に到着したのが釧路からのヘリコプターだったんですねただ、到着したのはこの通報から3時間半ほど経った午後4時30分ごろでした、うん、そしてその後根室からの巡視船が午後6時近くに到着したという状況でした、うん、こういうふうにこうあまりうまくカバーされていないところもあってかウトロでは小型観光船4社が集団で船を走らせていたわけなんですね。うん もしそれが守られていれば藤尾さんこの大惨事起こらなかったかもしれないですよね。うんでもこの話を想像する時、うんえー、4社で作ったルールを1社が守らなかったっていう見方もできますし。うん いやもうこ,うこういうことを言うとね、あのー、ちょっとそれは間違ってるよ不条って思われるかもしれないですけどでもその1社を生かせてしまった3社っていう見方もね4社で決めてるから。はい うだから何かこう4社あるんだから地元を盛り上げようお客さんに喜んでもらおうという同じ、うん、志の4社があるんだから何かもっとこうできなかったのかな、うん、だからといってね無理やり何かをするとそこまではおかしいだろうってこともあるのかもしれないなんか,だかそういう意味ですごく切ないですルールがあったってことはルールに関わってるみんながいたっていう見方が今回いろんな側面であってすごくく切なくなっちゃうまく連携していてほしかったですよね。